本日は、皆さん、お集まりいただきありがとうございます、ただいまに8月20日に、行われますボッチャ女子プロレス新木場大会の、記者会見の方を、行わさせていただきたいと思います、まずですが、本日対戦カードの方、一部決定いたしましたので発表させていただきたいと思っております、まず、スペシャル、ポチャリブレマッチアメリカンドラッグクイーン VS ミスジャンボと題しましてビューティー鈴木 VS 有田姫香の試合を決定いたしました。さらにもう1試合ポッチャリグレートマザーズ VS マッドスレンダー軍と題しましてミスモンゴル星ハムコ VS ハルフィモイカバニー及川組の試合も決定いたしました。こちら2試合非常にフレッシュな戦いになると思います。有田選手の初参戦そして、星ハムコ選手も、こちら今回初参戦していただきます。バニー及川選手も、マッドスレンダー軍の一人として、参戦していただけるということで、皆様本当にありがとうございます。そしてこの2試合、ぜひご期待いただければと思います。そしてさらに今回の、興行の中で私画期的な発明をいたしました。今回その実験をですね新木場ファーストリングが持っています特大スクリーンを、そのまま生かした形でその発明の実験の模様をですね、この大会のオープニングで行わさせていただきたいと思います。そちらも、名付けてパイマックス 3D 上映、こちらパイマックス 3D 上映パイマックスデジタルシアターとはその名の通り特製のメガネをかけて視聴できるシステム。その没入感のある映像はまるで地球の中にいるような映像体験ができます。私この体験をさせていただき母性に包まれるような体験をこの新木場ファーストリングで皆様にその目撃をしていただければと思っております。このパイマックスデジタルシアターの開発に私無事成功しました。そしてこちらのパイマックス 3D その被験作品となるものがこちら葉月優奈タワワチャージまたはもう一作鈴木優奈のあでやかな胸そのどちらか一本を上映し合いと思っております。こちら裏面にも書いてある通りベビーフェイスなのに G カップエロ川優奈の新たな挑戦ということで私このエロ川優奈の G カップに文字通り 3D 体験することで彼女のその母性に包まれたいと思っています。ぜひこちらの実験にご期待ください。ありがとうございました。今成さん、さっきから一体何言ってるんですか。2回目の大事なことなんですよ。何をやってるんですか。いや、せっかく真瀬優奈選手毎回出ていただいてるから前回も鈴木優奈の DVD を発端にして、あのチアダンス大好評だったでしょ。今回も新木場ファーストリングせっかくあの巨大なシアターがあるんだから僕がこの開発したパイマックスの公開実験をやらせてもらおうかと思ってる、これはすごい光栄なことなんだよ。ちょっと何言ってるかよくわかんないんで、まあちょっとこれ置いといて、あの今成さん、あの私のカードってどうなってるんですかね。あの東京女子のね物販とかに来てくれてる皆さんも真瀬さん次のポチャジョは何やるのってなんかもうちょっと心配みたくなっていて、なんか私が何するか全然わかんないじゃないですか、だからどうなってるのかなと思って今日聞きに来ました。そうですね、真瀬選手の対戦カードに関してなんですが、まずはこちらの映像をご覧いただければと思ってます。私の手元にですね衝撃的な映像が届きました。なんだって衝撃って言ってしまえばこれを見たことで、みんなで一緒に見ましょう。非常に驚いてます。まずはこちらをご覧ください。
前はマナコナーか。マナコナー、私は星野ですけど。マナコナーはどこにいる。マナコナー知らないですけど。お前は太りすぎている。失礼ね、ほんと何言ってんの。何なの。ご覧いただけたでしょうか。大変なことになりました。これは一体どういうことなんですか。映像の中に出ていた女性は元ガンバレプロレス星野真央、現在 DDT の受付などでもお仕事をしています。その彼女が何者かによって襲われました。この何者か、やつは2050年の未来からやってきたポチャミネーターです。今成さんはさっきから何を言ってるんですか。どういうことですか。ポチャミネーターは BMI 値が一定値以上の人間を殺害する脅威のサイボーグです。そんなポチャミネーターが2050年からこの現在2019年にやってきた。それはなぜか。真瀬優菜、いやマナコナー、君を殺害するためにだ。今成さん、よくわかんない。どういうことですか。いいか、2050年の未来には、大手広告代理店による、ダイエットの古代広告がどん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 と世の中に蔓延していく。つまり2050年の未来には BMI 値が一定以上の人間はポチャミネーターによって殺される未来が待ってる。だけどそんな2050年にもたった一人そのポチャミネーターと戦うレジスタンスがいる。それがマナコナーだ。そしてマナセユナ、君がマナコナーだ。お、私がマナコナーだったのか。そうか、それは大変なことになっていますね。つまりポチャミネーターはマナコナーになる以前のマナセユナを殺しに来た。そういうことか。君はこのぽっちゃり女子を守る立派な女戦士になっているからだ。だから2050年からこの2019年に君を殺しに来た。やつは8月20日の新木場ファーストリングに必ずやってくる。マナコナ、はい、君は何としてでもお茶ミネーターから勝たなくてはならない。そうしなければこのぽっちゃり女子プロレスの未来、いやぽっちゃり女子の未来はない、そう言っても過言ではない。そっか、なんかすごい大変なことになってきましたが、まあ、前回に引き続きね、男性の選手と選手なのか、男性の方と戦うっていうことでね、気を引き締めないといけないなと今聞いてて思ってます。男子とか女子とか関係ないんだ。相手は人間のように見えるかもしれないが、外の皮膚は人間でできているが、中身は超合金でできたサイボーグだ。あら、男とか女とかそういう概念で戦っていたらお前は負ける。相手はサイボーグだ。どんな手を使ってでも勝て。
8月20日マナコナー VS ポチャミネーター決定。はい、私のカードは決定しました。ちょっとそのことについてはちょっと整理します、自分の中で。はい、今成さんは今回試合しないんですか？監督として今回見守る感じ。僕の試合に関してなんですけども、うん、今回は僕たっての希望でこの大会にスペシャルアンバサダーとして、あの竹下幸之助選手のお母様であります竹下恵子さんを呼んでおります。僕はずっと竹下恵子さんに応援されています。この前の田中将人選手との試合の前日にも彼女は僕に LINE をくれました。そう、僕は恵子さんにずっと応援されてもらってます。そんな恵子さんの息子さんは幸之助くん、今日本を代表するものすごいプロレスラーです。そんな幸之助くんのデビュー戦、2012年8月18日 VS エルジェネリコの試合の煽り VTR も僕が作りました。竹下幸之助のデビューから僕は竹下幸之助をカメラの向こうからずっと見ていました。そして彼の思想や考え方、その強い精神に大きな影響を受けています。2年前、私頑張れクライマックスの1回戦大賀健に敗れ、そのままトレーニングジムに向かいました。その写真を SNS にアップしたところ、竹下はコメントでそれでいいと、その姿勢が必ず次につながっていくといったコメントを書いてくれました。2年前、全く勝てなかった僕はその竹下の言葉に触発され、今も彼を取材し続けることで彼のその強い精神、プロレスへの気持ちに何らかしらの影響を受けています。今回恵子さんから愛を与えてもらっている僕、そしてもう一人竹下幸之助、その恵子さんの愛を与えてもらっている私たち二人のシングルマッチをこのぽっちゃり女子プロレスで組みたいと思っております。その上で恵子さんに僕は息子と認めてもらいたい。幸之助くんの愛以上の愛をこれからも注いでもらえるような人間だということをこの試合で恵子さんに見せたい、そんな思いです。8月20日僕の独断ではありますが、竹下恵子国際親善試合、今成夢人対竹下幸之助を決定します。はい決定しました。まあいろんな思いがありますけども、僕もぽっちゃり女子プロレス主催している以上は監督としてだけではなく、プロデューサーとしてだけではなく、一プロレスラーとして自分の気持ちをぶつけられる相手とやりたい。それはやはり今
KOD 無差別起業者の竹下幸之助に侵らない、それを恵子さんに見ていただく、それが俺のぽっちゃり女子プロレス第2戦でやりたい対戦カードです。以上が全対戦カードとなっております。何か質問等あれば受け付けたいと思います。パイマックス 3D 眼鏡とか必要ありますか？すいません、観客の皆様にはですね、その 3D の眼鏡をお配りすることはできないんですが、私一人にはそのVR 機器が私開発したものがございますので。一人でやるんですか？はい、私がその母性に包まれている様子を皆さん見ていただきたい。そのために個人用なんですね。見守っていただく時間なんですね。はい、ですが私のその身振り手振りを見ていただければ、その実験がいかに成功しているか、そしてこのパイマックス皆さんも体験したいと思うに違いないプレゼンテーションができるのではないかというふうに私考えております。何よりまず新木場ファーストリングでこの葉月優奈さんのこのグラビア DVD が公開できる、たくさんのお客様の前でこのタワワチャージが見れることに私興奮を隠しきれないんです。見てください、この突き出すお尻。アップしなくて大丈夫です。いかがでしょうか？しなくて大丈夫。今の真瀬優奈さんしか知らない皆様にはぜひこの葉月優奈時代のこの彼女の挑戦をスクリーン、巨大スクリーンで投影される彼女の等身大の姿をぜひ皆さん新木場ファーストリングで見届けましょう。通常の 2D 版は私たちも見れる。そういうことでございます。つまり大音響そして巨大スクリーンで見れるということだけは皆様に確約できます。多分おそらく過去の上映の中でも最大級の規模での上映になると思うんですが、はい、その山本さんいかがですか？そうですね、多分この撮影をしている葉月優奈さんはこんなことになるとは思ってなかったと思うんで、まあ、でもこの時の葉月優奈からするときっとあんな広いところでたくさんの人に見てもらえるっていうことはありがたいような気がしてきてしまいましたね。ここまでこうやって言っていただけると、なんかそうですね、でもちょっと恥ずかしいんで私は一緒には見れないかなとは思ってます。はい、試合の方に関してはまた今成前回やった今成、はい、選手よりもかなり見た目大きいような感じがしますけど、それいかがですか？そうですね、大きい選手、自分より大きい選手と当たるっていうことがあんまりなくって、背高いはあるけどこっちもどっちも大きいっていう方と、あと男か女かよく分かんないということで、まあ、男性の選手とも試合、前回のポチャ場が初めてでしたし、それを、ね、まだちょっとなんかいまいち自分の中でこうなんていうんですか、分かってはないんですけど、でもあと2週間あるということ。2週間ありますか？2週間のうちにもしかしたら君の目の前に現れる可能性もある。家に来るとかですか？奴は何をしでかすかわからない。十分に気をつけて生活しろです。現状あの BMI の値が高い女性が次々に襲われるという事案が今発生していると。そういうことです。彼女がその未来を変える可能性がある女選手だということです。マナコナーが、レジスタンス、息子はいない。息子はどうなんだろうな。私息子産めるんですかね？息子がレジスタンスの投手ではないんですね。ただ一言言えるのは、僕は今成夢人
そしてもう一つ名前を持っている。カイル・リース。それが僕の名前です。そのままですよ。カイル・リースさんだったんですか？そうだ。ああ。このまま未来で、マナコナが戦いに出ることによって、ポッチャリにとって幸せな未来が訪れるかもしれない。かもしれない。かもしれない。これ持ってましたもんね、ポチャミネーターが。このチラシを見てたから、やっぱここに来ちゃいますよね。まずいぞ。まずいぞ、これは。まずいです。非常にまずい。うん。日々、東京女子での試合も頑張りながら、ポチャミネーターに向けて何ができるかわからないけど、似たような映画があったような気がするので、ちょっと見直してみようと思います。なぜじゃん、まあ、前回のポチャ順があって、はい、で東京女子の方ではトーナメントの決勝進出したいっていうのがありましたけど、はい、逆に今度東京女子である程度結果を出したっていうところで2回目のポチャ順っていうのはいかがですか？なんかあっという間だったんで、結果を出せたって自分で、そうですね、ちゃんと今言葉にしてもらえて、ポチャ場きっかけでっていうのをなんかそうやって思っていいのかなって思えたっていう感じなんですけど、確かに、ね、今まで1回戦敗退だった私が決勝まで行けたっていうのは、このポチャ場の力はすごい大きいと思うので、でもまだ2回目なので、こう自分が思いっきりやらないといけないと、エースなので、ポチャ場のエースなので、そこはしっかりやっていかないといけないなっていうのは思ってますね。大丈夫でしょうか？最後にですね、最前列のポチャティブシートが完売となりました。お、残るはわがままシート自由席のみの販売となっております。チケットはチケットピアほか絶賛発売中。 8.26 ポッチャリ女子プロレス B2 トレインスポーチャッティング、乞うご期待。